い、皆さん、恋のギャツムさんの登場です。今あの殻からヒナが生まれました。さあ、どうしたの？今日は何をやってくれるんですか？殻からヒナって生まれた、ね、ヒナが生まれましたよ、恋の子です。あー、ピエちゃんし、あのね、ミミちゃんじゃなくてミミちゃんだよね。ミミちゃんごめんなさい。あの、じゃあ、あの親友である、あの僕とね、あのあのハツヤンの大の親友宮崎圭人さんにね、宮崎圭人さんが一番好きなあのピアノソタ、モーツァルトピアノソタでいきます。ピアノソタ15番、545いきます。リリクラッシュです。ちょっと大きすんだね。すごいですね、リリクラッシュ先生ですね。超手じゃないですね。こうもう天使と戯れてね、もうほんとたまんないですよね、ほんとね、うん、僕は昔ね、あの、あれなんですよ、あの、こう、何年だったかな、高校1年は2回やってるんですけど、あの、高校1年、1回目の高校1年を、こう、1学期だけ学んで、あの、退学しちゃったんですね。で、退学して、で、まあ、近いですよ、2回やるんですけど、その退学した頃、生まれて初めて買った、悔しくて買った、ものが、この、レコードなんですけど、このリレクラスの、あのこのピアノソナタ集だったって7枚ありました。7枚あって、まあこれは CD かけてますけど5枚ぐらいです。あのケヘル5954という5というのは、まあモーツァルトの晩年の言うんですよね。この US 感どっから来るというかね、本当いいですよね。ケイヒトさんは僕をクリスチャンの道に、クリスチャンプレゼンションというんですか、クリスチャンの道にさせて、こう志を決めてくれた人、人なんです。とても尊い友達、大の仲良しですね。で、この曲の、僕は高校時代、大変こう、ここで孤独で終わった精神でして、そうさんのいじめを受けた経験があるんですけど、この曲、このモーツァルトのだけはもうこうね、こう持っていて、こう夜一人で寝れないってなんかちょっちょあったんですね。眠れないようなしょっちゅうあって、こう一人で、電灯をちょっと黄色くさせて、巨像の上にしてますね、疲れっから、もう後で疲れて、へーってなるから、部屋を暗くして、もう誰も友達いないんですけどね。
文学読んで、文学読んで。カフェ厚むのお茶漬けできました。ああ、ありがとう。どうぞ置いてください。ちょっと置くとこがないんですけど。これで何ですか、これ。はい、まだ父。ここに置いてるんですか。いえいえ。あの、で、文学を読みながら、詩とかね、読みながらね、あの、こう、あの、電灯、気力として、ランプ一つにして、あの、チーズケーキをね、あの、深夜遅く食べるのが、こう、好きですよね。それで、朝、こう、うつ状態だったんですけど、はい、あの、うつ状態で。キムちゃんという人がいたんですね。何？キムちゃんという人が。キムちゃんは、中学です。あの、こう、うちで起きて、あの、朝かけると、決まって、あの、この、あの、まあ、15番だけじゃないんですけど、あの、なんていうかね、あの、このピアノ曲中を、もう、話せなかった。その時感じたセミの声とかをしっかり覚えてますし、その時ね、こう風景を見つめるのが好きで、絵画とかはそんな興味なかったんですけど、こう夕日とか刹那的なまでの夕日とかね、あの人で見るのが好きでした。次は一番の心の残る曲ですね。でも一番明るいんです、モーツァルトというのは。あとで幻想曲行く？うん。行きますか。八段中幻想曲396行きますか。うん、私今日は次だと思った。次、これです。ダメだね。早だけだから。いや、全然買ってないんですけど。この545って曲が強烈ですよね。なんか強烈な、あの、ディスク2だから。モーツァルトさんやばい、生きる喜びですよね。生きていること、生まれ落ちた。食べる喜びですね。そうです、そうですよ、喜びなんですよ、このね、もう愛おしい風にね、もうさよならって全部ちょっと違う。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。もうね、もうテンションザーッ、もうくる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 回ってるんですよ。他の目見てた、確か他の目見てごめん、テレビ見てたけど、すごく早かったですよ、ちょっと。ワイフ。これね、モーツァルトからのね、あのさ、つつましい音楽の捧げ物ですね。
ね、モーツァルトにリクエストした言葉で、モーツァルトは宇宙の炎です、どんな感情がほつれ走るとも常に謙虚でいますという言葉です。で、シャルランのね、有名な録音ディスクが1959年モーツァルトの生誕200周年記念、まあ、ジャワ島までね、彼女が演奏旅行に行った際、日本人の捕虜となってしまって、数年間いたんですけど、その中で偶然ピアノを弾いていて、ニクスさん、その旅行について、こういうこと、万人は、リリーに膝をつかなきゃならないって言われたんです。まあもうコンセントレボーでもダントツの1位で2年目に教授になっちゃったっていうとんでもない先生です。あ、破綻長、原則曲ですね、ケヘル396、ウィーンに1978年、ウィーンの結婚したばかりの悪い長男です、コンスタンテですね、コンスタンテのためのバイオリンソナタ、で、スケッチされて、定時を書くから、マキシミリアン・シュタトラーという人が、定時部だけをこれ元で書いて、展開部と再現部をピアノ独奏曲として完成されたらしいですね。これはモーツァルトというと、ね、単調がね少ないっていうかね、悲しみっていうのがね少ないんですよね。こう真実味を帯びてしまうような、真実を帯びてしまうんですよ、またその単調っていうのは、でもそれがぐさっとくるっていう人が多いんですよね。こう来るとぐさっとくるんでしょ、ぐさっと来たんでしょ。そしてここでモーツァルト的なこう天国的な、楽しいなっていう、このためにワイフがね、さっきディスクユニオンさんに電話して、買うことに決めました。コーチンで買うことに、レスパールのね、僕らが好きなように使っていいっていうことなんで、そうですよね、コーチンは、レスパールのコーチンで4000円ちょうど今ですね。4000ちょうど、代引きじゃないよ、代引き、代引きで4000ちょうど、4時から6時にした。逃げちゃうね。まあ、もう大変、まだだね、まあですね。こう、もう一つをお茶漬けできますよ。お茶漬けできますね。何茶漬けですか？野沢菜茶漬け。あ、好きですよ。何をこうね、梅入れてくれたんですか？はい、美味しい梅なんですよ、これが甘くて蜂蜜です。梅干しに蜂蜜が染み込んでる。そう、蜂蜜。自分は単調に苦手なんですよ、もうちょっとも。油圧がね、
なんて、どうも山頂がダメだし、そうなんですか。ピアノ教室って20番なんか落ちるんですよ。今度聞かれたとしか。そうですね、うん、初めてモーツァルトが魂の深淵を書いたっていう、うんうん、心に来る曲ですよ。一番でも残る曲ですよ。お茶漬け食べてください。宮崎さんのね、好きな あのご縁を終わって原則がね、違いやつますが、お茶漬けをいただきたいと思います。今日なちょっと手帳って言ったら、手帳何つう美容液、美容液で、なんつうだっけ、資生堂エスプリーク、化粧水の美容液のエスプリークっていう、オンリーワン、オンリーワンっていうの、オールインワンっていう、いろんなね、化粧品、美容液、乳液、ね、いいですよね。そうですね。本当は欲しいですよ。本当は欲しいでしょ。欲しいけど、お金がないんですよ ね。あ、終わりました。じゃあ、終わったでしょ。あれ、終わったでしょ。終わった、ごめんなさい。お茶漬けをどうぞ。お茶漬け。じゃあ、どうぞ、お茶漬けいただきます。海苔ご飯。海苔ご飯。お茶漬けだよ。お茶漬け。少ない、お湯が。お湯が少ない？いや、美味しいですよ。野沢菜で野沢菜。蝶々の曲ばかり聴いてんね、単純な曲じゃなくて、お薬飲みました。はい、じゃあ、いいのもないですね。いいね、おいしいね。そうですね、だから病気抱えてるんだよね。はい、まあ、あつむさんの力もあって、今までやってこれたんですけど、お疲れ様ですよ。ちょっと出ませんか、最近ね、化粧して出ませんか、作りましたというか寝る？ちょっとだけ。みんちゃんだけ。みんちゃん。よいしょ。ちょっと長いやつある。
あ、マユリです。妻になる。リルナでーす。妻になる。リルナでーす。夫になる子です。はい。ミルちゃんでーす。かわいいね。かわいいですね。モッツァルトはいいですね。ここはゴミじゃないです。ゴミの出し場じゃないですよ。美味しかったですよ。美味しかったですか。もう食べちゃいますよね。はい。だめ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 。全然で、行ったところでちょっと休みして、コモラガジが始まります。じゃあ皆さんチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではさようなら。